今日はですねプレシャスな思い出をマイロ君と作っていこうと思います、はい、あらららら、あららどんなことをしますか。まずですね、はい、2人で料理したいと思います。料理ですか。可愛いじゃねえかマイロ君、って料理ですか。マイロ君普段料理するじゃん。料理しますけど皆川さんもされる、うん、あんましないし、ね、あんましない、うん、あ、なそうなんですか。まあまあでも言うてもね皆川さん可愛らしい面たくさんあるから料理でもそういう私の何を知っているのさ。今日私たちが挑戦する料理は、うん、スーパーラバーズといえばこれです。何でしょう。1話の一期の第1話で、はい、レンとハルが食べたパンケーキです。パンケーキ、イエーイ。パンケーキ美味しそうでしたね。パンケーキでも普段作りますか。小麦粉から作ったことないでしょ。ないですね。私もないのね、はい、でも今日作らされるらしいよ。あれさ配合間違うと膨らまないんじゃない。そうかもしれないですよね。ハイパー体に悪い食べ物になっちゃうんで。そっか、ちょっと頑張って気をつけながら。それお玉大きいんで全部入れるとみたいな話だっけ。さあちょっとされてました。そうだった、はい、私今涙みだった。すごいなんか巨大なやつになるじゃないですか。だって大きいの楽しそうじゃん。確かに。なんか思い出に残ってるのってある。いやでもやっぱ一回一回の収録もすごく楽しかったですし。そうね。あとやっぱりそのイベントやったじゃないですか、うん、みんなで。あ、川崎のね、はい、クラブチッターの方で、うん、あれがなんかすごいなんか一体感があって非常に楽しかったですし。すごい楽しかった。あの時出演者も多かったしね。そうなんですよ、うん、またそういうのやりたいなっていう気持ちです ね、 ね、うん、こんにちはしてくれた。ダメだよそんな僕の口なめた口見ながらなほら、うん、ありがとう。しきしきしてくれました。いやどうぞどうぞ。犬好きのじゃあ皆川さん。たぬきおいです。たぬきじゃないです。たぬきじゃないです。もこちゃん、うん、すごい。ありがとうね今日来てくれて。超幸せなんだけど。すごい、すごい可愛い。はい、シャッターをどちらかが押したいと思います。はい、じゃあ私はもこちゃん担当ですので。本当に。じゃあもこちゃん押す。もこちゃん押してきてくれる。いいよ。僕が押してきますよ。はい、無理なので前野さんお願いします。いいですか。ここ押せばいいんですよね。押しますよ。はい、もこちゃんカメラ目線で10秒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 もこちゃんもこちゃん抱きしていたいほど震えさせるキュンとキュンとラブソングずっとずっと流れているよ。僕の音を聞かせたくてキュンとキュンと強く抱きしめた。